た、助かった。吹雪が止むまでとりあえずあそこへ。お邪魔します。おい、あんた、おい、今のはこっちのことを任せちょけ。治療とも違う。一体どうなってんだこの館は。来るな、来るな。やめて、もうこれ以上は。久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ？ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツ、ベビー。まったってか。は、確かにな。あれからずいぶん辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな、自分で貸し取る何かが欲しいってよ。それがどうだ、見つかったのかよ。違う、俺はお前たちの鷹の団の恨みを。恨む？フラムだって？勘違いするな。それが大将のためとなればなおさらだ。確かに残酷な最後だったけども、
あんな結末だったからこそ俺は信じたい。俺たちの生きた命に意味があったんだと。グリフィスを恨んじゃいない。わかるか、おめえがまだ半端にあの世とこの世の間でズルズルと生き延びてる理由が、グリフィスにとっておめえの命がその程度の重さでしかないってこった。でなきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。そのおめえが俺たちの恨みをおこがましってんだよ。俺たちは腐っても鷹だ、鷹の段だ。御大将に刃を向けられて黙っている兵士はいない。お前がグリフィスと戦うというのなら、よせ、やめろ。ガッツ、どうなってんだ一体。教えてやったろ。探していた何かに手が届くこともなく、ここで死ぬんだ。俺たちのために。さすがは元切り込み隊長、いつかこんな日が来ると思ってたぜ。やろってのか、上等だぜ。やろ、パック、
なるぞ。え？来い。何にしてもゾッとしねえだろ。クワバラクワバラ、行くぞ。うざって連中だぜ。そうですね、こういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか。黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。あの男に出会ったとき、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルミエです。黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めて、まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。
強さを盗むまでは諦めねえ。荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血まなこになって。さあ、教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。で、お前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです。私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出しねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに全滅してる。それでガッツの兄ちゃん、これからどこに行くんだ。ああ、街道を抜けて港町に。みんな、俺様についてこい。大丈夫かよ。また強くなってます。
んだよ。いつもみたいにぶっ飛ばしちまえ。
んだあいつら。どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。腕が鳴るぜ。お前には無理だ。ウルヘイ。マジ剣圧ですね。
数だけは多いな。このままでは数に圧倒されそうです。俺一人ならなんとかなるが、一旦引くぞ。キャスカさんとファルネーゼ様を連れてここを突破するのは難しいですね。うう、明暗。ガッツさん、個別に撃破してはどうでしょう。この辺りたくさんいそうですし。少しでも数を減らしてから改めて突破。ああ、いいぜ。んで、パック、明暗ってのは？もちろん、ピカリンと同じ。嘘つき。俺様に任せとけ。だって連中だぜ。
標発見。どうする？蹴散らすぜ。こりゃ切れないよ。毎度のことだけど。いいね。なってます。そうです。オラオラ、タマモチセラマ、今日は俺様に任せとけ。続いたな。他の連中も個別に撃破して数を減らしましょう。だって連中だぜ。だけど大豊作だな。こりゃ切れないよ。毎度のことだけど。見て見て。今行くぞ、カツ！腰が。どうしたんだよ、いつもみたいにぶっ飛ばしちまえ。
まるで竜巻ですね。俺様に任せとけ。奴らの装備、あれは傭兵だな。死体に魔が取り付いたか。お亡くなりになっても大変ですね。いい迷惑だぜ。暇ねえんだ。エルフ次元流のサビだな、サビ。見てるだけじゃねえか。うざってえ連中だぜ。
腐るほど嫌がる。ここでた…そうだな。なんだろうとお構いなしですから。余裕だぜ。お前は何もしてなかろう。
雑って連中だぜ。来ましたよ。こりゃ切れないよ。毎度のことだけど。いいで、いいで。すあ！やっぱ葉っぱじゃねえ。上なんてもんじゃねえ。
まばたきする間に。全滅じゃ。さっさと行くぜ。さっさと行くぜ。行くぜ。これでしまいにしな。幸先よく旅を始めるってわけには。俺と一緒に旅をするってことは、こういう連中をかき分けて進むってことだぜ。なんだよこいつら。死んでも死にきれねえって。ですね。に付き合ってられねえぜ。あの大砲邪魔だぜ。あっじゃあどうしてる。チェッ無駄したぜ。回るのは性に合わねえ。集中砲火ですね。砲撃を何とかしたいところですが。なんとかなるもんですね。
のんびりしてる暇はねえ。行くぞ。エルフヘルムへゴー。エル…まあいいか。出発。だけりゃ峠を越えるとええ。ありがとうよ。気をつけなされ。なんだか最近わけのわからんものの話をやたらに耳にするようになった。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか。山賊？人間じゃねえ、トロールだよ。